沖縄鹿児島一覧にお邪魔したんですが、実は森永さんのお父さんも特攻隊員、まあ潜水艦に乗っていて、はい、氷っていう、まあ、4、5人乗りの人間ぐらいなんですけど、魚雷を積んで撃つんですけど、最後の魚雷は自分自身なんです、はい、でもあと2週間ぐらい終戦が遅れてたら